紀元前6世紀の諸民族とメランクライのイ人の位置。メランクライのイは古代ギリシャ時代に国会の北に住んでいたヒスキ体系の遊牧民。国衣族とも呼ばれる。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスはヒストリア院において次のように記している。アケメネス朝のダレイオス一世はボスポラス海峡を渡ってトラキア人を征服すると続いて北のスキタイを征服するべく。 イストロス川を渡った。これを聞いたスキタイは、周辺の諸民族を救合して、ダレーオスに当たるべきだと考え、周辺所属に使者を送ったが、すでにタウロイ、アガテュルソイ、ネウロイ、アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの所属の王は会合し、対策を練っていた。スキタイの使者は、所属が一致団結して、ペルシアに当たるため、 スキタイに協力してほしいと要請した。しかし、所属の意見は二手に分かれ、スキタイに賛同したのは、ゲロの伊王、ブディの伊王、サウロマタ用のみであり、メランクライノイラその他の所属は、スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。こうして、すべての民族が同盟軍に加わらなかったため、スキタイは正面からの攻撃を諦め、焦土作戦によって、 ペルシア軍を迎え撃つことにした。しかし、それでも同盟に参加しなかった所属に協力してもらおうと、スキタイは戦いの最中に彼らの領地に侵入し、無理やり戦いに巻き込もうと考えた。そしてペルシア軍をスキタイ領の奥地へ誘い込んだ、スキタイ連合軍はブディノイの領地まで行ってから引き返し、北を迂回してスキタイ本国へ戻った。それを追うように、 ペルシア軍も、スキタイ本国へ向かった。そこでダレーオスは、スキタイ肉連合部隊と遭遇し、追跡を開始する。かねてからの計画通り、肉連合部隊はダレーオスに追われたまま、ペルシア軍をメランクライノイの領地に誘い込んだ。スキタイ軍とペルシア軍が押し寄せたことに驚いたアンドロパゴイ、ワサンを乱して、北の無人のアラノを目指して逃走した。こうして、 スキタイ軍はペルシア軍に追われたまま、次々と同盟に参加しなかった所属の領地を荒らし回り、ペルシア軍を疲弊させることに一役買ってもらった。風習はスキタイ式とあり、おそらく遊牧期は民族であろう。しかし、ヒスキタイ系とあるので、言語的には異なる民族だと思われる。また、特徴的なのはメランクライの胃という名の通り、彼らは黒い衣を身にまとっていた。 スキタイ人は、王族スキタイ、遊牧スキタイ、農耕スキタイ、農民スキタイなどに分かれており、そのうち、王族スキタイは、最も勇敢で人口が多く、他のスキタイ人を霊属させていた。ごきか現在のドナウ川。ありがとうございます。